そこまで、どうか村をお助けくだせ。えい、黙れ。我らは帝の軍ぞ。下船の者に構ってやる暇などないわ。助けてくれ。村が我らに任せてくれ。船長、翼徳、村を救うぞ。黄金の書を打ち破るのだ。これは、油断した。行こう。
ひとひねりにしてやるぜ。オイル、オイル、天空の刃よ。敵将を討ち取ったり、敵将龍玄徳が義の刃、関雲長が討ち取った。ファイル、拙者が武功を立てねばなりますまい。おお、よくやってくれた。飛んでけ。この手の術には何か仕掛けがあるもの。信じられん。なんという強さ。敵将、撃ち取ったぜ。敵将、
討ち取ったぜ。お前なんかにやられちまうかよ。惑いもがく者よ、我を倒して何をなさんとす。私はただ乱を収めたかっただけだ。愚かな。蒼天はすでに死す。我なき後も新たな乱が次々と起ころ。たとえそうだとしても、苦しむ者あらば私は救いの手を差し伸べる。哀れなるほどに無垢なる者よ。その無垢さが汝の近しき者どもに不幸を招こう。その後も劉備は民のために戦うが、平和の兆しは一向に見えない。民を救い、もはや絵空事なのか。私は甘い志を抱き、がむしゃらに動いているだけだ。兄者には困ったもんだぜ。いくらなんでも気弱になりすぎだ。難しく考えすぎじゃねえのか。兄者は兄者のやりたいようにやったらいい。ことをせいても得るものはない。いや、世を立て直すため迷う暇はない。そうだな、すまぬ。少々弱気になっていたようだ。どんな困難も必ず乗り越えられる。一人で無理なら皆で挑むのだ。乱世を乗り越えるため戦い抜くのだ。乱世を飲むまで暴れ続けてやるぜ。進め、義は我らにあり。ここでの頑張りが勝敗の行方を決める。ここまで思考いい知ら。この城は荒廃し、民は関運。この時に よし。うん、乱世だからか。どう、
すみません。よろしければ。この町はいい。そけ。あ、今日はうまい酒がさあ食え。さあ。いいぞ。おめえがこの城を。ようやく大きな戦い、私は縁起拝命いたします。恐れるな。はい。ここでの頑張り。
ひねりにしてやるぜ。こいつで、目の覚める戦ぶり、見事。バサヌ、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 バサヌ。敵将、撃ち取ったり。負けてられねえ。